こんにちは、くんです。ヒカキンさんの YouTuber の一日っていう動画を見ました。もうあれ続けると死ぬんじゃないかみたいな。お前ら髪の色見るな。ヒカキンさんのその動画を見て思ったんだけど、ゲーム実況クソ楽、めっちゃ楽だよ。ありえない、あんな生活じゃないよ。あの YouTuber とああいう外出て顔出して、まあ、なんか色撮影して編集してってやってる YouTuber と、ゲーム実況者を生活ね比べたら雲霊の差だと思うね。あのめちゃくちゃね時間が違う、かかる時間全然違う。ゲーム実況者教えてやろうか。ゲーム実況者、ゲームをするとき、じゃあ自分の俺の好きなゲームは何だろうじゃなくて、他の何人か登録してる監視対象のゲーム実況者のやってるゲームを見て、あ、今これが流行ってるんだ、おいマスオ TV お前のことだからな、 PUBG やりやがって。流行ってるゲームを実況すれば再生数が伸びるっていうのがあるから、みんな自分の好きなゲームとかじゃなくて売れてるゲーム、あとはなんか実況で流行ってるゲームとかをやるんです、俺も含めて。だからそのリサーチの時間が30分かかんないよね。ポッキーさん見て、オトジャ見て、あの動画の内容見ないよ。タイトルと再生数と、あと見たとしても、あ、再生数これ伸びてんだと思ったら飛ばし飛ばし見る。あのもう最初から、はいどうも こんにちはってところは見るんじゃなくて、もう飛ばし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 って見て、コメントだーって見る。ホラー付近、まあでもそんくらいかな。ポッキー、オトジャ、ホラー付近、ラッシー、あとアフロマスク。アフロマスクうまいんだよ、ゲームの選びが。ゲームの売り上げ高いやつは大体伸びるんだよね。で、まあそんなもんだね。大体そんくらい見てます。いや、ゲーム実況視聴してるってよりは、監視対象みたいな感じで、チャンネル登録してて、俺監視してる。こいつら今日何のゲームあげるんだろうなって言って、監視してます。はい。でもね、みんなそれやってるから、多分。そうしないと気づかないもん。あ、もちろんね、Steam で、ゲーム、どんなゲームあるかな、面白いゲームあるかなって探すこともあるけど、監視対象から探すケースも非常に多い。まずぶっちゃけ監視対象から俺探してる。だからそれをする作業が30分ぐらい。だってチャンネル登録してるのなんてさ、数個じゃん。10個もない。5個か6個ぐらいの中から監視対象の中から、あとまあ Steam とか含めても、それは1時間もかかったりしない。しかも毎日やんないし。1本のゲームを何十回も実況できるんよ。俺ね、バトルフィールド4っていう、もう、ゲーム。バグゲー。もう、弾は抜けるわ。敵は死なないわ。撃っても当たんないわで。ほんと、バグバグオンラインなんだけど、それもう3年ぐらいずっとやり続けてる。ちょっと5000とかだよ。5000のゲームを3年間やり続けるんだよ。相当すごいよ。めっちゃコスパいい。だから、例えば外に行きますってなったら、外に行きます。じゃあ、ロケやります。カメラ買い、まあ、カメラあるけど、カメラ買います。照明買います。じゃあ企画なんか考えます。じゃあ人をじゃあ使わないといけない、リスナーに協力してもらいます、だから YouTuber とコラボします、めんどくさい。今度ね、俺 YouTuber の人とね、まあ、コラボしようってなってるんだけど、めちゃくちゃ大変そうだなと思う。俺が主催者じゃないから、俺はお呼ばれしていくだけだから、別にあんまめんどくさくないし、まあ、でもそれでも、いやまあ、内容は楽しそうだ。まあ今度ね、動画になるから分かると思うんだけど、内容は楽しそうだったからやろうと思ったけど、多分、そのお金目的で、よっしゃ、稼ぐぜって感じで、コラボするかっていうと、多分やんないね。内容が楽しかったらやるって感じ。まあ、稼ぐんだったら、ゲーム実況一択。ほんとそう。だし、楽。だから、お前ら YouTuber になりたいじゃなくて、ゲーム実況者になりたいって言った方が、コスパもいい。だって、どうかすると顔出ししなくていいから、そのリスクもないんだよ。こう顔出してるバカみたいなやつもいるけど、ほとんどの人顔出しなんかそんなリスキーなことしてない。こんなことやってるバカは少数派。で、ゲーム実況だったら顔も出さなくていいし、例えば学校にバレちゃう、会社にバレちゃう、まあ、友達にバレちゃうってことも、まあ、友達はまあ怖いでちょっとあるかもしんないけど、基本的にはないはずだし、まあ、その分ね、ちょっと気使うことも増えるけど、例えばじゃあ出演はちょっと顔出し NG なんで無理ですとか、なんかちょっと隠し撮りされちゃったとか、そういうことがあるから、まあ、そういうデメリットはもちろんあるけど、でもそれを上回るだけのコスパがあるから、ゲーム実況の方が絶対いい。ヒカキンさんの動画見てもう一回思った。でもね、一個弱点ある。ゲーム実況は伸びない、全然伸びない、本当に伸び率が悪い。どんなに伸びてる人でも1日1000人ぐらいしか確か伸びてないんじゃないかな、登録者数。普通の顔出しの人はすごい伸びてる人だったら1日何千人も伸びたりするの。でもゲーム実況はそれがない。なぜなら
ゲーム実況を視聴するっていう時点で、ある程度、そのバイアスかかっちゃうの。YouTube の普通のさ、動画だったらさ、まあ、なんだろう、まあ、誰でも楽しめるっちゃあれだけど、まあ、顔出ししてるんだから、まあ、少なくなったら足していくだけや動画だって、まあ、誰でも楽しめるじゃん、あれ。ね。だから、何千人も一気に登録者が伸びるとか、爆伸び現象。例えば、まあ、一時期の、まあ、その、ジョーブログだとか、まあ、ピンキーとかみたいに、こう、一気にドーンって伸びるみたいな。切り裂き現象みたいな。一気にドーンって伸びる現象起きるけど、ゲーム実況者で、俺、一気にドーンって伸びる現象起こってる人、俺、見たことないね。ていうか、それ多分ないんじゃないかな。基本的に。もちろん、その、コツコツ続けてって、登録者が伸びるようになりましたみたいなことはあるけど、爆伸び現象、その顔出し動画とかでよくある、顔出してやる YouTuber っぽい動画でよくある爆伸び現象ってのは、基本的には起きない。っていうのが弱点。で、再生数も少ない。どんな伸びてる人でも、コンスタントに100万。まあ、ヒカキンとか、セイキンとか、そういうこう、基本メインが顔出しの人がやってるゲーム実況は、あれは別としてよ。あれは別として、普通にゲーム実況メイン、ゲーム実況が主力コンテンツっていう人が、まあ、100万、200万を毎日叩き出せるかっていうと、基本的には無理だと思う。まあ、10万、20万、まあ、もっと行く人もいるけど、最終的には100万再生とか行く人いるよ。その、ホラフキン、ポッキー、オトジャとかだったら、そんくらい行くけど、やっぱり、その、一握りなのね。ゲーム実況は上行きづらい、かなり。でも、コンスタントにコツコツやるんだったらゲーム実況だし、その後、リスクも少ないし、初期投資もゲームだよ。ゲーム。で、自分でやりゃいいじゃん。だって、最悪、ゲーム買って、別に遊べば、まあ、それ楽しいし、まあ、結局、お金になりませんでした。ダメでしたってなっても、マイナスで終わることはないわけなんですよ。だから、俺は YouTuber になるんじゃなくて、ゲーム実況者になるべきだと、ヒカキンさんの動画を見て思いました。いや、まあ、ゲーム実況者にも極論なるべきじゃないよ。なっちゃダメだよ。目指しちゃダメだと思う。プロゲーマー、YouTuber、ゲーム実況者。あれは、なろうとしてなるんじゃなくて、偶然気づいたらそういうものになってたっていう状況だから、もうちょっと待った方がいいと思う。その、なろうとしてなった人がなれたっていう、その、人が続々と出てきて、その、教育が体系化される。例えば、部活とかそういうスポーツとかだったら、まあ、わかんないよ。俺、詳しくないけど、サッカーのユース、なんか、鹿島アントラーズのユースに入りました。で、そこからなんか、上に上がっていくっていうステップアップもできるし、コーチとかもいるし、教えてくれる人がいるじゃん。でも YouTuber って、現状 YouTuber に教えてもらうことって基本的にできないのね。それできる、やってる人がいないから。YouTuber が YouTuber に教えるってするのが俺は一番いいと思うんだけど、それをやってる人ももうほぼいないし、YouTuber の専門学校なんかできて、まあ、プロゲーマーの専門学校もあるけど、教え方が学問として成り立ってない。あれ学問じゃないから、その、体系的にこうすれば上手くなるんだっていうの。例えばさ、その、サッカーだったらここの筋肉鍛えればいいとか、こういう蹴り方をすればちゃんと蹴れますとか、そういうのはいろいろあるじゃない。そのテクニック的なところとかって。だから、まだ、なんか、いろんなさ、陸上競技とかそういうのの記録が伸びて、年々伸びてるのって、そういうこう、教えることの技術が上がってるかららしいのね。でも、プロゲーマー、YouTuber、ゲーム実況者は、それ教える技術が、まだ体系化されてないから、ちょっと不安定なのね。だからこそ、俺は目指さない方がいいと思う。偶然慣れましたっていうの、だったらいいけどね。はい。まあ、最後の話は何回もしてるけど、こんな感じでした。ということで、まあ、たまにね、まあ、顔出し動画上げてほしいっていう人はいるけど、目を見ろ、目を。上を見るな、上を。顔出し動画を上げてほしいって言ってる人がいるけど、まあ、上げてみました。いや、でもね、これね、ゲーム実況チャンネルで上げてるけど、顔出しチャンネルで上げるとね、まあ、いや、ツイッターでそれは話そう。ツイッターで多分俺話してます。なんでこれをゲーム実況チャンネルで上げてるかは、まあ、YouTube の動画ではちょっと言いづらいので、Twitter をぜひフォローしてください。はい、じゃあ、バイバイ。